天体とは宇宙空間にある物体のことである。宇宙に存在する岩石、ガス、ゴミなどの様々な物質が重力的に束縛されて凝縮状態になっているものを指す故障として用いられる。惑星は恒星の周りを肯転する天体のうち中心で核融合を起こすほどには質量が大きくなく自分で光を放たない天体である。ただし、 太陽の周りを光転する天体については、重力平行に達するのに十分な質量を持ち、かつ軌道上から他の天体を排除しているもののみが惑星である。純惑星は、太陽の周りを光転する天体のうち、重力平行に達するのに十分な質量を持つが、軌道上から他の天体を排除していないものである。太陽継承天体は、太陽の周りを交転する天体のうち、 重力平行に達するのに十分な質量を持たないものである。衛星は惑星、純惑星、太陽化小天体の周りを交点する天体である。衛星の周りを交点する天体は孫衛星とも呼ばれる。恒星はガスが自己重力によって球状にまとまり、中心の核融合反応によってエネルギーを放出している天体である。高度階級により主系列星。 準巨星、巨星、輝き巨星、超巨星のように分類され、各階級は青い O 型から赤い M 型までは不具むの順に分類される。星団は恒星の集団である。星雲は星間ガスが濃く集まり、我々から観測できる状態にある天体である。銀河は数多くの恒星や星雲、惑星、星間ガスからなる天体である。 銀河団は数百から数千個の銀河が重力的に束縛された状態にある天体である。超銀河団はさらに複数の銀河団同士が重力で引き合ってできている大規模な天体である。今日知られている天体を地球を中心として描いた観測可能な宇宙の地図。地球から各天体の距離は対数スケールで表されており、右に向かって指数関数的に増加する。 ありがとうございます。